に弁護士カフェ、この時間は琴に暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。こんにちは、今日のパーソナリティは弁護士の小野明義です。どうぞよろしくお願いいたします。琴に弁護士カフェは札幌市西区琴にの弁護士事務所、琴に暁法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどのようなイメージを持ってるでしょうか。相談すると大ごとになるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象はないでしょうか。ことに弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。改めまして皆さんこんにちは、ことに弁護士カフェの開店です。今日の担当は琴に暁法律事務所の弁護士小野明義です。よろしくお願いいたします。暑い日が続きますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、今年の夏は本当に特に暑いなっていうふうに言われてますよね。まあ北海道も暑くなったなっていう感じで、クーラーつけてる方も多いんじゃないのかなと思うんですけれども、今年の夏は地球全体として温度が高いというふうな発表もされてるようですね。まあ、なんでこんなに暑くなるのか、特に日本ですね、日本がなぜこんなに暑くなるのかっていうところはいろいろ分析されてる方も多いですけれども、私が見た限りだとですね、いくつか原因があるっていうふうに言ってる方が多いですね。一つはエルニーニョ現象の発生っていうことで、ペルー沖でエルニーニョ現象っていうですね、現象がですね、起こると日本の方まで影響が起きてですね、暑い夏になる。まあ、気になる方いらっしゃったらですね、ぜひインターネットで自分でこう調べてみて分析してみるといいのかなと思うんですけれども、まあでもね、原因分かってもこう全然こう涼しくはなんないんでね、気をつけて、涼しい部屋で過ごしてもらえたらなと思います。ところで本日の話題ですね、今日は何を取り上げるかっていうことなんですけれども、民事関係手続きのデジタル化っていう話をしたいと思います。民事関係手続きのデジタル化っていう話はですね、何年か前からずっと国の方で検討を続けていたんですけれども、令和4年の5月ですね、去年の5月にですね、民事訴訟法などの一部を改正する法律っていうのが成立しまして、去年のその5月にですね、民事訴訟ですね、判決をもらうっていう、そういう手続きがですね、全面的にデジタル化するっていう法律が成立しました。で、これで、終わりかっていうとそうではなくってですね、民事訴訟って民事関係の手続きの一つに過ぎなくってですね、その他にも、判決もらった後に執行すると、払ってくれない場合には強制執行しなきゃいけないっていう、その民事執行手続きですとか、それからですね、これも民事関係手続きの一つですけれど、自己破産したりとか、いう手続き、倒産手続きですね、そういうような手続きですとか、それから、離婚とか相続とかの家事事件って言われるものがありますね。家事事件、審判手続きですとか家事調停事件とか、そういったものがあります。で、こういった手続きはですね、去年の5月の法律からは除かれていたんですけれども、今回ですね、今年令和5年の6月6日に、法律がまた成立しまして、こういった手続きもデジタル化していこうっていう、こういうような流れになったんですよね。で、これはですね、我々弁護士の話になってはしまうんですけれども、弁護士に対して与えるインパクトが結構大きくってですね、例えば民事訴訟とかの申し立てですとか、民事執行の申し立てですとか、家事事件の申し立てとか、ああいうものがですね、弁護士はこうネットを使った申し立てが義務化されたりするんですよね。まだ義務化にはなってないんですけれども、法律が公布された後5年以内とか8年以内とか、そういう時期に、義務化っていうような形になりますので、非常にですね、我々にとっても影響が大きい手続きということになりますね。交付後4年、民事訴訟の場合は交付後4年以内ですね。ですので、その内容についてですね、まあ私の勉強も兼ねてですね、申し訳ないんですけども、ちょっとお話をさせてもらえたらなというふうに思っております。
まず最初にですね、去年成立した民事訴訟の IT 化っていうのは一体何を内容とするのかっていうところなんですけれども、大きいのはですね、提出ですね、書類、訴状とか書類の提出をオンライン提出できるようにしましたよっていうところですね。それから裁判所の送達っていうものですね、例えば訴状を裁判所に提出したら、それを今までは郵便で送達してたんですけれども、これをオンラインでやることもできますよっていうふうにしております。それからですね、訴えを提起した後、期日が開かれて、今までは裁判所のまで行ってですね、裁判所の部屋に入って、法廷に入って、期日を開いてたわけなんですけれども、これがですね、ウェブ会議をでやることができるようになってきました。今までも電話会議っていうのができたんですけれども、その要件も少し緩和されてですね、電話会議も利用しやすくなったりしてますね。それから皆さんデジタル化とか IT 化って言ったらですね、記録とか文書とかの、データ化をイメージされる方も多いんじゃないのかなと思うんですけれども、それも盛り込まれたっていうことですね。記録の閲覧と、訴訟記録を原則電子化するよというような内容になってます。それからそういったその記録はですね、当事者についてインターネットを経由して裁判所のサーバーにアクセスして閲覧することができますよというような形になりました。で、これに伴ってですね、人事訴訟とか家事手続きの IT 化ですとか、氏名住所の秘匿制度の創設ですとか、こういったものが、定められているわけなんですよね。で、今回はですね、今年に入ってですね、こういったその民事訴訟以外の民事関係手続きの IT 化についてもお話が、法律の改正がなされまして、内容としてはかなり似てはいるんですけれども、大きく4つの内容を盛り込んだ改正になっています。4つの改正、何かっていうとですね、まず1、インターネットを利用した、申し立てっていうことですね。今まで書類を、紙の書類を裁判所に提出してたわけなんですけれども、申し立て書についてインターネットを利用して、デジタルデータでもって提出ができるよというような形になりましたね。それから先ほど言ったように、今までは紙で裁判所に申し立てをして、裁判所から相手の方にですね、紙で郵送してた送達手続きっていうものをやってたんですけれども、裁判所のその送達手続きもですね、インターネットを利用して実施することができるようになってますよ、ということですね。それから申し立てた後の期日ですね、今までは裁判所に行ってたところが、ウェブ会議を利用できるようになりましたよとか、電話会議利用しやすくなりましたよというところですね。これは民事訴訟と同じですね。それから記録の電子化ですね、電子データ化ですね、これも同じですね。裁判所は、当事者の方は裁判所のサーバーにアクセスして閲覧することもできます。で、もう一つですね、民事訴訟の電子化とは若干違う部分が4になりまして、判決の電子化ですね、そういったものも対応できるようになりますよということですね。例えば民事執行の手続きってなるとですね、お金、判決は出たけれどもお金払ってくれないと、強制執行だっていう時に、今まではですね、判決製本っていうものを裁判所からもらってですね、で、その製本をもらった上で、さらにそれを裁判所に提出して、強制執行の申し立てっていうのをやってたんですけれども、手間なんですよね。結構大変なんです。で、これをですね、裁判所が電子データで判決を作成して、で、その事件を特定する情報を裁判所から提供を受けて、それを申し立て時に、提供するなり、記載するなり、とした場合、判決製本の提出なんかが省略にできますよっていうことですね。インターネットを通じた申し立てになるので、こういう手続きになるのかなっていう感じですけれどもね。結構申し立てですね、私の事務所は琴仁にあるので、西11丁目の裁判所まで行くったらなかなか時間がかかるんですよね。往復で多分、1時間弱ぐらいはかかるんじゃないのかなと思うんですけれども、こういったものがですね、全部インターネットを介してできるようになるよっていうふうになると、なかなかインパクトが大きいと言いますかね、我々の方としても利便性が高まるのかなっていう感じがいたしますね。で、ただですね、我々弁護士としては、持ってくこともあるし、インターネットでもできるようにっていうような形でね、両方取れるようになればいいかなと思ってたんですけれども、ちょっとですね、この改正の資料を見るとですね、弁護士など委任を受けた訴訟代理人は、インターネットを利用する方法を
義務付けって書いてあってるんですよね。これはもう結構インパクト大きいなと思って、全部インターネットかってなると若干僕なんかだとね、まだ正直アナログな人間なので若干抵抗があるかなっていう感じですけど、まあこれも慣れなんでしょうね、おそらくね。やっぱりコロナ禍になってですね、ウェブ会議っていうものをすごくするようになって、例えば東京の方ですとか、遠隔地との裁判所で、申し立てた事件についてウェブ会議やるとですね、結構あれですね、便利だなって思いますよね。まあなんていうんですかね、その場で顔を合わせて話をして、実はこうこうこうなんだとか、そういうような話をするメリットっていうのもあるはあるんですけれども、まあそれによって大きくこう判決の内容が変わるかとか結論が変わるかっていうと、そうでもないような気もしますんでね。むしろこう遠隔地でもわざわざその日に行かなくてもいいよっていうメリットの方が大きいのかなっていう感じはしますよね。特に我々弁護士の場合、現地まで行くと弁護士の日当っていうものが発生して、結構お金かかっちゃうんでね、いちいち行ってたらすごくやっぱりお金がかかるんですよね。そういう意味では依頼者の方にとってはメリット大きいのかなっていう感じはいたしますね。このようにメリットが大きい改正だとは思うんですけれども、若干心配なところもないわけではないんですよね。どういうところが心配かっていうとですね、やっぱり閲覧記録がですね、全部デジタルデータになって、当事者の方はインターネットで、裁判所のサーバーにアクセスして閲覧するっていうことなので、サーバーがネットに繋がってる状態になってるわけなんですよね。そういう中で、不正アクセスとかを防止することができるのかどうかっていうところは若干心配ではありますよね。先ほど言ったようにですね、火事事件ですとか、もデジタル化されるわけなので、火事事件って要するに自分の離婚の話とかがですね、デジタルデータ化されて不正アクセス受けたってなると、あいつ離婚したぞとかで、相続の話とか離婚の話になると当然財産の話とかにもなってきますんでね、ちょっとそういうのを知られちゃったりすると抵抗はありますよね。で、これは個人の話ですけれども、企業が関わる訴訟なんかで不正に事件記録にアクセスなんかされちゃうとですね、その企業秘密に関わるような書類が証拠として提出されているような場合には、非常にこうデメリットが大きい、不利益が大きいんじゃないのかなと思いますので、このあたりをですね、しっかりと、対策、裁判所の方の対策になるとは思うんですけれども、対策取らなきゃいけないなっていうところはありますよね。いずれにしてもですね、こういったデジタル化についてはですね、民事訴訟については交付後4年を目安に、それから民事関係手続きですね、民事執行とか倒産とか、これらについては交付後5年以内っていうようなことなので、今すぐっていうことではないんですけれども、私の感覚からするとですね、結構早いなっていうような感覚がありまして、対応していかないといけないなというところでした。皆さんにとっては非常に申し立てなんかもインターネット経由してできるようになるので、メリット大きいのかなっていう、そういう改正になってるんじゃないかと思います。さて、本日は民事関係手続きの IT 化についてお話をしました。ことに弁護士カフェでは、地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野明義、長友国際法律事務所の長友孝則がお話を聞かせていただきます。番組宛にどうぞファックスか E メールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレスは request@山.co.jp でお待ちしております。お気軽にお寄せください。では次回もお楽しみに。弁護士の小野明義でした。弁護士の小野明義です。弁護士法人ことに暁法律事務所では、分かりやすく親切にあなたのお悩みをしっかりと伺います。私、小野明義と小野博道、馬場幸喜、3人の弁護士がそれぞれの強みを生かして問題解決へサポートいたします。西区ことに1条6丁目西区役所向かい、ことに第1ビルディング3階、電話 6240055、
番組琴に弁護士カフェも放送中です。西区琴に暁法律事務所で検索。琴にの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、離婚などの家族の問題、国際ビジネス、知的財産もお任せください。ことに1条4丁目、紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。ことに弁護士カフェ、この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。